はい、みさかです。この動画ではブレンダーでバーチャルマーケット向けのブースをモデリングした際の知見を解説します。主に視聴者はバーチャルマーケットに出店したことがあってクオリティをさらに上げたい人、バーチャルマーケット出店に興味があって何をやっていくのかふんわり眺めてみたい人あたりを想定して説明していきます。ターゲット層がとても狭い気がしますね。なお、ブレンダーの基本操作ぐらいはできる前提で進みます。ブレンダーの基本についてはあちこちにいい解説が溢れているのでスルーします。はい、あと同じ内容の記事も同時公開しています。テキストと動画、好きな方を見てくださいね。解説していく内容はこんな感じ。概要欄にも目次を書いておくのでだるくなったら好きなとこから見てください。バーチャルマーケット3、4と出店しブース作戦を通していろいろと知見が溜まったのでまとめて解説してみようかと思います。本当はモーション作成の解説から行きたかったんですけど、ちょっと準備とかいろいろありそうなのと内容が難しめになりそうな気がするので、モデリングの優しめなお話からいきます。今回は具体的な手順とかじゃなくてこうしといた方がいいみたいな注意点とか知見を並べた感じです。特に珍しい話とか高度な話とかではなくて基本的なポイントばかりです。まあふんわりした優しめの解説から始めて少しずつモーターのコイルを温めていきましょう。ブースを作り込んでいく前にまず大まかな形で壁展示物などを配置してサイズ感を見ましょう。平面と立方体並べるだけで OK。 作り込む前に配置イメージを固めましょう。VR 環境のある方は実際に VR 空間でサイズ感を確認した方がいいです。モニターで見てモデリングした配置と VR 空間で見た配置には結構な差があります。特に階段とか通路の幅、高さなどは要確認です。モデリングもプログラムも作り込んでから調整するのはとても大変です。基本の土台の部分はしっかり調整してから先に進みましょう。バーチャルマーケットでコンセプトワールドに出店する場合、ブースサイズは縦横4メートル、高さ5メートル以内に収める必要があります。水平方向4メートルはそれほど広くないですが、高さ5メートルは結構余裕が感じられます。いろいろ詰め込みたい場合はブースを2階建てにしたくなるかもしれません。そして2階建てのブースを作る場合は2階の床部分に当たり判定を設定することになりますが、ここで VR チャットのアバターの当たり判定を考慮する必要があります。 VR チャットでは水平方向 0.401m 以上、高さ 1.651m 以上の隙間がないと移動できません。この数値はアバターの身長に依存せず一定値です。さらに高さ 2m 以下では移動の際に引っかかりを感じる場合があります。これは結構なストレスになります。 VR では酔いの原因にも。そのため2階の床は 2m 足す当たり判定足す若干の余裕の高さにしましょう。ミモサカメカミの台所ブースでは2階の床は高さ 2.1m です。そして厚み 0.05m の当たり判定を設定しています。モデリングする物体の細かさは必要に応じて調整しましょう。慣れないとありがちですが、一部の物体をやたら細かく作り込んでしまったり、逆に目立つ部分なのに雑だったりとか、いくら作り込んでもあまり見えない物体とかならほぼ無駄な作業です。力の入れ具合をバランスよく考えましょう。もし作り込むとしても目立つ部分だけで OK です。見えない部分は手を抜いて OK。 はい、洗濯物はそれなりに作り込まれています。皆さんの視線が集まるので、これはミモサカメカミの台所ブース用のテクスチャです。サイズは大きいですが1枚にまとめています。テクスチャのサイズはユニティに持っていった後のことを考えると、マテリアルを分けて小さいテクスチャを複数使うよりは大きいテクスチャ小数にした方がいいです。テクスチャ画像と UV 割り当ての基本ですが、まず目立つ部分を大きく、目立たない部分は小さくする、これです。あまりよく見えない部分とかすごく小さくて OK です。右上の方、小さい四角がいっぱいありますが、これが単色の物体向けエリアです。節約したいならこれはさらに小さくてもいけます。数ピクセルとかでも OK。 視点の近くで見ることになりそうな木材とかは大きめです。でもこれも最適化されているわけではないです。のれんの部分とかかなり無駄な大きさです。ちなみにこれバーチャルマーケット向けなら下の方のポスター部分は別の画像に分けて OK です。画像だけをブースに配置するための部品が入稿用の素材に用意されています。
テクスチャ素材には木材とか壁とかいろいろな素材が必要になります。手書きでもいいですが、リアルな質感を目指すなら写真とかを使うのがおすすめです。とはいえ素材写真にはいろいろ注意が必要です。ググって見つけた画像を使うとかはやめた方がいいです。配布しているサイトがフリー素材だと主張していても、実はよその有料素材でフリーじゃなかったって場合も稀によくあります。これは画像でなく 3D モデルの話ですが、フリー配布されていたモデルがよそからの盗用だったとか、素材として販売されていたモデルがよそからの盗用だったとか、インターネット怖い。素材は信頼できそうなところから買うか、自分で撮影した方がいいです。普段から使えそうな壁とか地面とか取っておくといろいろ役立ちます。あとこれはちょっと怒られが発生しそうですが、ホームセンターの資材売り場とかでしょ、人物などでは面が重ならないように UV 配置するのが一般的ですが、建物などの同じ見た目の面が大量に存在するモデルではテクスチャの同じ部分を使い回すことが多くなります。しかし使い回しによって CG にありがちな繰り返し感が出てしまいます。面ごとに位置や角度を微妙にずらしていくとより自然な見た目になります。まあだいぶ面倒な作業です。いい感じのプラグインとかあるのかもしれませんが、いかがでしたか。前回の動画で散々バカにしていたフレーズですけど、ちょっと言ってみたくなる謎の引力がありますね。今回優しめなお話からスタートしましたが、分かりづらかったり脳を感じてしまったりしていたらすみません。次回は見た目に大きく影響するライティングのお話です。多分。